綺麗に管理された公園ですね。おお、突然現れましたね、ダム。まあ、一言で言うとすれば、例の巣窟。この世じゃないみたいな。鳥ありますね。ちょっとこれはマジで不気味かも。怖い怖い怖い。この橋大丈夫か？1体2体じゃないですよね。今宵も月が綺麗やな。さあ、出発や。どうも、リードです。ケンスピーです。どうも、コシーです。慣れない挨拶はするもんじゃないですね。今回はですね、兵庫県は青野ダム、こちらにやってまいりました。この場所はですね、過去にコンクリートの中に人骨が埋まっているのが見つかったみたいです。この青野ダムのすぐ近くにですね、御旅橋という橋もあるんですけども、この橋の方でも少女の霊が出るといった噂があります。で、この橋の方ではですね、昔少女が湖に人形を落としたらしいんですよ。で、この人形を拾おうとしたその少女がそのまま溺れて亡くなったといった、まあそういった事故があったらしいんですよね。で、その事故の後からその少女の霊がこの橋の上では出るといった噂があるみたいです。今回はですね、初めてのこの3人での動画となります。結構面白い内容になったのではないかなというふうに思います。では行きましょう。奈良市民ホラーチャンネル。はい、というわけで青野ダムですね。早速行きましょう。この場所はですね、過去にコンクリートの塊から人骨が見つかったという事件があったらしくて、これは実際にあった事件なんですけど、この場所で、コンクリートに固めてということですよね。それがこの場所らしいです。街灯ついてて結構明るくて、トイレもね、中見たんですけど、めちゃくちゃ綺麗だったんですよね。で、この場所は、このダムの周りに、普通になんかね、何個も何個も公園がある感じなんですよ。で、その公園も、結構綺麗なんですよね。おー、突然現れましたね、ダム。このカーブ曲がった先に、急にこのダムの橋が現れる感じですね。このダムに関してはあるといった情報は一切なくて、あくまでも過去にここで起きた、そういった事件だったりとか、この近くの橋で起きた水難事故、そういった話ですね。普通かなって感じですね、今のところ。ダムの放流されてるこの、ジャーっていうこの水の音が、結構大きな音でね、そういった声とかもあまり聞こえなさそうですね。もしかしたらこのダムじゃなくて、その公園の方が、今回はメインになるかもしれないですね。はい、というわけで、このダム湖の上に架かる橋自体は、ここで終わりですね。そっちの公園の方に向かいますか。正直ダム湖の上は今回は期待できなさそうです。こちらですね、公園。
こっちの方が雰囲気あるぞ。余裕で。もう目の前のこのダム湖まで行けるんですね。ちょっとこっちの方が良くないぞ。遊泳禁止の看板ですね。ということはやっぱり、うわ、水近っ。ちょっと怖いぞ、この水の近さは。でもあっちのなんかこの森の感じとかがすっごい雰囲気出てますね。あるとしたら絶対にこっち側なんですけど、こういったやっぱ遊泳禁止の看板があるということは、やっぱり過去にね、水難事故があったという噂は本当なのかもしれないですね。なんかね、すごい綺麗な場所なんで、こういった発言が出るだけなのかもしれないですけど、なんか変な雰囲気してるんですよね。何ですかね、この感覚。このパーッと広がったこの湖の景色を見た時に、なんかこの世じゃないみたいな、なんか変な感覚に陥りましたね。感じですね、本当に。ではちょっとやっていきます。こんばんは、少しお話できないでしょうか。こんばんは、お話しするのは厳しいですか。スピリットボックスの反応はないですね。全くの無反応です。なんかありそうな感じがするんですよね。ちょっと何枚か写真撮っていきます。こんばんは。ちょっと電気切ってみますか。もしよろしければ声とか聞かせてもらうことできますか。もう一度ダムの方行ってみますか。こっち側じゃないんだよな。ちょっとトリフィールドをつけた状態で行ってみますか。で、この場所は街灯ついているので、僕の手持ちのライトは切った状態で進みたいと思います。トリフィールドの反応はゼロですね。こんばんは、もしよろしければ近づいてもらうことできますか。まあでもよくよく考えれば、この場所で別に水があったとかそういった話じゃないんですよ。あくまでも、まあ、人骨が見つかったで、まあ、少女が、まあ、亡くなったといったやつは、あの湖の話なんですよね。でそう考えると、このダムじゃなくて、まあ、さっきのあの公園、あっちの方で見つかったのかな。なんかそんな感じがめちゃくちゃするんですけど、ダムじゃなくて公園、それか僕が今から行くもう一つの橋の方かな。なんかめっちゃそんな感じします。
というわけで、お旅橋ですね。で、この橋を渡る前にですね、ここにお地蔵様があるんですよね。こちらに、まあ、お供え物と一緒にお地蔵様が今ここにいらっしゃるんですよね。まあ、少女が亡くなったというふうに言われているんですが、まあ、それに関係したお地蔵様なのかなというふうに思います。で、この橋を渡る前にですね、こっちにね、まあ、公園があるんですよ。さっきの、まあ、ダムの手前にあった公園、あの場所で僕あの湖を照らしたと思うんですけど、その湖を照らした時に奥の方に林があったと思うんですよ。その場所がこの公園なんですよね。結構なんかね、薄気味悪い感じしてたんですけど、この場所なんですよ。でも見るからに雰囲気がやばいですよね。この場所、さっきのダムと 1.7 キロ離れた場所にあるんですよ。ダムとの関係はないように思えるんですけど、見てください、これわかりますか。この紅葉を見た瞬間、全国にある千本松原、虹の松原っていうところに今まで行ってきたんですけど、そことめっちゃくちゃ雰囲気が似てて、ちょっとこれはマジで不気味かも。樹海みたいな雰囲気醸し出してますよ、ここ。木の上とか見るのが怖い。ここにまあ広場があって、うわ、なんかこれよくないぞ。こっちは釣りができるようになってるんですね。池の目の前まで。めちゃくちゃこれはベイもすごい好みそうな場所です。すっごい引きずり込まれそうですね、これ。またこの東屋もめちゃくちゃ不気味ですよ。ロープの跡とか、まあさすがにないか。何ここ。まあ一言で言うとすれば、霊の巣窟。このダム湖、この場所にいる霊は全部この公園に集まってるんじゃないかっていうぐらい、ここだけもう雰囲気が異次元に違うんですよ。予想と全然違いました。僕の中では橋の方でちょっと検証いっぱいするつもりだったんですけど、まあ、もちろん今から橋の方に行くんですけど、これはこの場所でしょ、どう考えても。まあ、とりあえず後からこの場所をちょっとじっくり検証したいと思います。そんな情報はなかったんですけど、鳥居ありますね。関係してる？もしかして。この公園に気を取られていて、その真横にあるこの鳥居に全く気づかなかったんですけど、怖い怖い怖い。境内での発生した事故については責任を持ちませんので、あらかじめご了承ください。どういうこと？普通こんなこと囲いますか？過去に何かあったってこと？あまり関係ないかもしれないですけど、気になるのでちょっと行ってみましょうか。失礼します。
あ、狛犬があって立派な神社さんなんですけど、工事中？なんかすげえな。今はなんかちょっと工事入っててあれなんですけど、めちゃくちゃ力強いと思います。ここ本殿ですね。失礼します。うわ、めちゃくちゃ立派な神社です。失礼しました。この神社はめちゃくちゃこの力が強い感じがして、僕今めちゃくちゃ鳥肌立ってるんですけど、神社の外側にいる霊はこの中に入れないじゃないですか。でも助けを求めて、まあ神社にこの集まってくるみたいなことをよく聞くんですけど、この横にあるこの林、そして奥にある湖、それもなんかこの神社とかが引き寄せてるのかな。でもこの鳥居の中には入ってこれないから、さっきの場所に溜まってるみたいな。ちょっと何枚か写真撮らせていただきますね。失礼しました。いや、ここは全くの無関係とは言えないでしょう。どうもそんな気がしてそれてしまったんですけど、橋渡っていきますか。あらかじめ定点カメラをセットしてあります。で、この橋の高さは、まあ、ここも全然高くはないですね。別にこの橋も飛び降りとか、まあ、そういった疑惑があるわけじゃないので、あくまでもここで亡くなった少女のでということですね。さっきの公園、あそこは強烈ですね。横にあった神社も間違いなく関係してると思います。まあ、正直この橋はなんか普通にこの夜道を歩いているだけみたいな嫌な感じっていうのは正直全然ないんですよ。で、この橋の先にも公園があるので、そっちもちょっと見てみようと思います。何ここ、え、何ここ、お墓。え、怖い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 、めちゃめちゃ立派なお墓があるんですけど、え、霊園なんですよ。もうちょっとさすがに普通にお墓なのであれなんですけど、え、だからこの場所ってそういう場所なんじゃないですか。で、僕さっきこう言ったの覚えてますか。なんかこの場所あの世みたいな、で橋渡る前に行った公園ですね、あそこは樹海みたいな、その横に力の強い神社というかがありまして、で橋を渡ったらその先にはまあ墓地があるんですよ。
めちゃくちゃ幽霊引き寄せてるんじゃないですか。もともとこういうところには地縛霊ももちろんいるでしょうし、なんせ水辺ですからね。なんかさっきまでは別に特に嫌な感じはなかったんですけど、その真ん中にある橋って大丈夫なのかこれ。いや全然このないですよ、怪奇現象とか声が聞こえた、足音が聞こえた、そういうのはないんですけど、すごい不安になってきたんですけど、大丈夫この場所。今回3人で来てるんですけど、何も言わないで2人には回ってもらいましょうかね。なんかめっちゃ足音聞こえたんですけど、今このパチャパチャ言ってるのは魚なんですけど、橋の上がめっちゃ気になってきたんですけど、さっきまで様子を見てただけで、今なんか僕になんかしようとしてきてますか。なんかさっき言った公園より今むっちゃ鳥肌立ってるんですけど、ついてきてますか。1体2体じゃないですよね。じゃあ行きます。こんばんは。どいて。すいません、こんばんは、ディーゴと申します。今ちょっとお話できないでしょうか。今何とおっしゃったんですか。女性の方ですね。この場所には何人ぐらいいらっしゃいますか。一人だけじゃないですよね。一人違う。今男性の方の声と女性の方の声が聞こえたんですけど、他にもいらっしゃいますか。行けよ。まあスピリットボックスから女性と男性の声が聞こえたんですけど、まあ、正直ね、まあ、なんて言ってるかまでははっきりは分からなかったです。ただなんとなくこの一人じゃないっていう風に聞こえたりとか、僕の声はちゃんと届いてるような気もするんですよね。で、皆さん気づきました？僕がスピリットボックスやしている間ずっと鳴ってた物音一切聞こえなくなったの気づきました？魚が跳ねてる音だったりとか、ちょっとした物音はずっと聞こえてたんですけど、ピタッてこの空間が止まったみたいな、なんか心なしく風も止んでた気がします。ちょっと最後に何枚か写真だけ撮って、もうこの場所に来てもう今1時間ぐらい経ってるので、ちょっとバトンタッチしていこうかなと思います。トリフィールドを最初からつけっぱにしていきます。魚がいますね。ここあまり自分の中では怖いなとは思わなくて、なんなら一人でも余裕で来れるかなっていうレベルですね。私はあまり気にならなかったので、ちょっとお地蔵さんの近くでスピリットボックスやっていきたいと思います。
はい、ということでスピリットボックスの方検証やっていきます。こんばんは、コッシーと申します。どなたかいらっしゃいましたらこの機会を通してお話をしたいんですがよろしいですか。ここで少女が亡くなったと言われていまして、はい、ではそのまま続けさせていただきます。ここで少女が亡くなったと言われているんですけれども、それは本当なんでしょうか。今僕の、はい、今僕の右手側にお地蔵さんがいるんですけど、あ、センサーライトが反応した。何？今僕の右手側にお地蔵さんがいるんですけれども、ちょっと空気変わった？ちょっと端の方でもスピリットボックスやっていきたいと思います。ではこっち側にセンサーライトも設置してあるので、ここでもスピリットボックスやっていきたいと思います。こんばんは、端のところでセンサーライトが反応しているんですけれども、それは誰かがここで歩いているということですか。僕はここにいることが嫌なんでしょうか。センサーライト反応しました。今センサーライトまた反応しました。センサーライト、はい、何今僕のちょっと待って、なんでこんな反応すんの。僕の首の振りで反応してるのこれ。で手じゃない、終始反応しててもおかしくないですよ。先ほどから何度もすいません。僕の目の前にある青い光るものがあるんですけれども、それが何度か反応しているんですよ。おそらく僕の目の前に誰かがいらっしゃる、そういう認識でよろしいですか。はい、本当に公園の中入っていきます。でここの公園の中は実際にそういった情報はないんですが、ちょっとダムの横に位置する場所なので、もしかしたら誰かがここで遊んでいたりとか、ここで休憩したりとかするかもしれませんので、ちょっと探索していきます。ここにもダムが続いてるんですね。向こうなんかありそうだ。公園というよりちょっとあっち側の方が気になりますね。
そうですね、ここの方はだいぶ雰囲気ある。こっちの方が怖くね、全然。ここの、まあ、ここはバス釣りで有名なスポットなんですけれども、もう昼間とは全然違う雰囲気が出てます。夜になるとかなり雰囲気があって、なんなら僕は先ほど橋の方行ったんですけど、ちょっとこっちの方が怖いっすね。今からですね、一人検証をやっていきたいなと思います。で、ここの橋なんですが、まあ、街灯が全てついております。なんで今僕全くライトをつけていない状況でもこのような明るさとなっております。こんばんは。今僕の近くに誰かいらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃれば何か合図してもらうこと可能でしょうか。これは魚の跳ねる音ですね。この橋を渡り切った先に、まあ、墓地があるんですが、その横に公園があります。で、まあ、先ほどコッシーが見つけることができなかったって言っていたので、この渡り切ったところの公園も確認していきたいなと思います。これですね。ちょっとあまり映せないんですが、こちらが墓地になります。失礼します。ちょっともう文字が全然読めないですね。ここに公園って書いてあるんで、まあ、おそらくこの場所は公園だと思います。特に何か遊具があったりとかっていうものはなく、何もないですね。ちょっと騒がしくしてすいませんでした。失礼します。でもさっきの橋よりなんかこっちの方が雰囲気ありますね。結構静かな場所なんで、もし足音とか声とか聞こえたら割と聞きやすいんじゃないかなと思います。今からですね、この辺りでスピードボックスやっていきたいなと思います。こんばんは、ケンスピーと申します。誰か今僕の近くにいらっしゃいませんでしょうか。もしいらっしゃればこの機会を通してお話ししたいです。男性の方、続けてください。はい、もう一度お願いします。ちょっと反応がなかったです。男性と女性の声は少し聞こえたんですが、ちょっと会話することができなかったです。奈良市民ホラーチャンネル、ひとまずお疲れ様です。お疲れ様です。まあ、今回ちょっと一人ずつ、まあ、回ってもらったんですけど、どうでした？僕の場合ですと、まあ、最初ダムの方で一人検証やったんですけど、はい、特にこれっていう、まあ、違和感も何もなかったですし、はい、なんか声とか音何も聞こえなかったです。で、まあ、ここの橋の方で検証を2回目したんですけど、はい、特にこの橋の上とかは全く何もなかったですね。ただし公園があるんですけど、はい、そこは何かこう不気味というか、はいはいはい、いうような感じがしただけですね。コッシーはどうでした？
僕は、まあ、最初ここの橋で検証したんですけど、はい、まあ、実際に公園というのは見つけられなくて、はい、ここの橋での検証のみだったんですけど、はい、最初の方は特に違和感を感じなくて、なるほど、はい、最後の方、まあ、ここを往復して帰ってくるときに、まあ、女の子が亡くなったっていう噂があるじゃないですか。こっちの左手にある地蔵さんがあるじゃないですか、はい、あそこにおもちゃが置いてあります。そうですね、だからそういったことを考えると、まあ、想像しちゃうと言いますか、はい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 、はい、実際に、まあ、そういうことがあったのかなっていうことを思っちゃいます。ダムの方は、ダムの方は、はい、まあ、僕はかなり不気味な雰囲気と言いますか、はい、この橋よりかはダムが僕は気になって、あ、ダムの方が気になった、はい、なるほど、はい、まあ、今回僕が先にやって、まあ、どういう風に感じたかっていうのは一切言わずにちょっと検証してもらったと思うんですけど、僕の感想はダムの方は正直何もなかったです。ダムの手前の、公園、あそこに行った時にダムよりかこっちの方が気持ち悪いぞってなって、でその公園から、まあ、このダム湖が見えるんで、そのダム湖を見た時になんか空気おかしくないみたいな感じに思ったんですよ。で橋を渡る前に林を見つけたんですよ。でその林っていうのがあの公園のことだったんですけど、その公園がマジでむちゃくちゃ気持ち悪くて、で隣に神社があって、この神社絶対関係してるだろうっていう風に思ったんですよね。で橋渡った向こう側に墓地があったんですよ。あー、なんかここに霊めっちゃ集まってくるんやろうなっていう風に感じたんですよね。まあこれはもう僕霊感とか全くないんでわかんないんですけど、僕の印象はこの一帯むっちゃ霊いる気がします。あのダムの公園あるじゃないですか、はい、なんか施設がある、はい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 、はい、あそこの方がめっちゃ気持ち悪いって言ってるんですよ。あそこはなんかね、変ですよね、変な感じするんですよ。このなんか怖いんじゃないんですよね、はい、なんかこのちょっとなんか気色悪いみたいな、はい、あでもやっぱその感覚はみんな一緒やったってことですね。まあ、電話した理由っていうのが、はい、今ちょうど青のダムの動画を見てたのよ。はい、まあ、いつも通りの動画に見えてんけど、はい、すごいなんか俺には怖い動画に見えてん。なんとなく言いたいことはわかります。え、ほんま？はい、そのまあ編集してくれてる人に関しても、まあ、ディーボじゃないやんか今回。はい、まあ、一つ目ちょっと言いたいことが、ディエゴが言ってることっていうのはまず間違いないっていうこと。はい、まあ、前にもこれ動画で一回まあ言ったことはあんねんけど、あの一応まあ聞いてください。このまあディエゴが言ってたことっていうのがおそらくまあ不条理の話だと思うんですけど、この未練を残した状態でこの世を去ってしまった霊体とか、ちゃんとこの供養をしてもらっていない霊体とかのことをこの不条理っていうふうに言うんですよね。その未練とか寂しさ、怒りから負の感情と同時にこの慢性的な渇きを覚えるみたいなんですよね。なので水の多い場所とか湿気の強い場所を見つけると不条霊はそこに吸い寄せられて溜まって水で渇きを癒そうとするみたいな。結局この渇きで癒されることはなくて、一生その場で霊体が水辺に溜まり続けるみたいな、はい、そんな感じらしいなんか、はい、プラスその反対側に神社があったわけやんな。はい、でちょうどその真ん中にすごい場所にあったな、あの公園。そうなんですよ。だからちょうど真ん中に公園があるっていうことはもう例の巣窟でまず間違いないのかなっていう。はい、だってお墓あったもんな。そうなんですよ、僕知らなかったんです、あんなとこにお墓あるって。これよう普通になんか帰ってきて普通に次の日ケロッとしとったなっていうふうに思った理由があって。はい、ディエゴさんはまあいつも通りやんか。はい、ただそのコッシーやねんな、この霊ってほんまにおるんかなからのスタートで、はい、ほんまに怪奇現象が起きて徐々に信じ始めてる段階というか、はい、ただ明らかに本人は気づいてないんだけど、コッシーの時あのスピリットボックスの会話が成り立ちすぎてるのと、はい、スピリットボックスで何か話しかけられたタイミングでセンサーライトがいきなり反応して、そのタイミングでどう怖いって言われてみたりとか、でもコッシーはたまたまが続いてるんやろなっていうふうに思ってると思うけど、これみんなな、同じ声の質の女性やねんな。
で、そっからなんかスピリットボックスの内容とかを聞いてると、どうもなんていうかな、影響までは受けてなかったけど、はい、気に入られてしまったのがコッシーやったんだなっていうふうに思ってて、はい、それもそうですし、あんだけ反応あるわけじゃないですか。おうおうおう。検証が終わった後に何かありましたかって言ったら、いや特に何もなかったんですよね。まあ強いて言うなら、ダムの公園が気持ち悪かったですしか言わなかったんですよ。ほう。気づいてなかったんじゃないですか、マジで。というかマジで半分入ってたんじゃないですか。何、ディエゴもこれ俺が電話する前からなんかそういうのは思ってたの？いや、ちょっとだけさっき動画チラッと見たんですけど、あれって思いましたからね。だから僕的にはコッシーは何もなくて、いや、そうやな、やと思ってたんですよ。めちゃくちゃ反応あるやんっていう。だから最後ディエゴがあのまとめとったやつも、はい、多分コッシーが何もないですって言ってて、普通にこの締めようと思ったけど、はい、後日こうやって今日動画上がってきて二人とも見たら同じようなことを思ってしまったってことね。そうですね、何もなかったんですよって言える内容じゃないんですよ、どう考えても。むちゃくちゃスピリットボックス反応してたんですけど、しかもそのタイミングでセンサーライト反応してたんですけどって絶対言うじゃないですか。いやいや普通にな。でもいや何もなかったんですよねみたいな感じでケロッとしてて、その時はもちろん気づいてないですけど。いやしかもな、そのめっちゃくちゃ個性なんかピュアやん。そうですね、ほんまにこうやでってなんか嘘で言ったこととかでも、あそうなんですねってもうすごい純粋に受け止める子やんか。はい、そういう子やっぱ好むやんですかね。コントロールしやすいというか、あの現象とかあの雰囲気とかに気づいてない時点でおかしいし、もしかしたらコッシーが普段言えへんようなことを発言したシーンがあって、それがあれ空気変わったって初めて言ってたのよ。はい、あんだけなんか違和感に感じてなんかおかしいおかしいって周りキョロキョロして、あれ空気変わったって言った瞬間にもしかしたらコッシーに何か異変があったかもしれないですかね。憑依とまではいかないですけど誘導されてたかもしれないですね。うん、あの時の記憶がなかったとか。はい、なるほどね。いやそれだけちょっとあの確認したかったというか伝えたかった。僕的にあの場所はマジでこのなんかあの世とこの世のなんかなんですか、境目じゃないですけどなんか繋がってる感じがめっちゃしたんですよね。うん、その違和感は見てて間違いないと思うわ。はい、まあそういういろんなものが集まってる場所やな。はい、もしもし。あ、こんばんは。はじめまして。あ、はじめまして。アイヤのキリキです。そこの物件って、はい、まあ結構特殊なとこで、はい、本当に何週間もその檻の中に閉じ込めて、本当ドッグフードとかあげてたらしくて。へえ。これ血ですか。めちゃめちゃ寒気、やばいです。これは。ちょっとダメなんじゃないですか、マジで。こんばんは。今僕の近くにいらっしゃいませんか。押し入れ。ここも服っすね。何？